目前の敵を粉砕し、その勢いのまま止水艦を落とすぞ。各員、奮励努力せよ。全軍突撃。あれ、敵の部隊の勢いが弱くなってる。あら、本当だ。なんだろうな。わからないけど、海遊さんの旗の近くが混乱してるように見えるね。海遊に何かあったってことか。なんだろう。もしかして海遊さんが戦死したとか。まさか。猛将にして良将なんて世間にベタ褒めされてる海遊がそう簡単に戦死なんてするか。でも戦場にはいろんなことが起こるし。ないないないってば。それに海遊はあたいが討ち取る予定なんだから、こんなところで戦死なんてしてもらっちゃ困るって。予定なんだ。じゃあ今から海遊さんを討ち取ってきてよ、文ちゃん。今は無理。無理なんだ。どうして。今はあたいの気が乗らない。博打は勝てる時にしないと意味ないし。いつも考えなしでかけてるくせに。え？なんか言った？何も言ってないよ。とりあえず石膏を出して様子を探ってもらおうか。それでいいんじゃね？都市にお任せ。もう、ずんちゃんも少しは働いてよ。混乱？なぜそんなことになっているのだ。そうか、ご苦労。どうもウシューラン。炎将軍と対峙しているとはいえ、あの火竜がそうも簡単に軍の統率を失うとは考えにくい。ならば導き出される答えは一つしかないだろう。火竜に何かあったということか。おそらくこの状況に至る前、劉備軍が何かしら動いていたからな。まさか劉備軍の将が火竜を討ち取ったとでも。その可能性は高い。良い将を揃えているようだったからな。奴らに先を越されたというのか。カリン様へのお土産がなくなってしまった。まだ落ち込むのは早いさ。今はとにかく状況の把握に努めよう。火竜軍の動きが鈍ったか。そうみたいね。劉備配下の誰かが火竜を討ち取ったんでしょ。火竜が討ち取られたとなぜわかる。なんとなく勘かな。勘ねえ。誰かある。海遊軍本陣に石膏を潜り込ませろ。敵の状況を把握したい。ああ、私の言ったこと信じないんだ。勘なんてものを簡単に信じるようじゃ軍師は失格でしょ。私は現実主義者なのよ。確かにあなたの勘は外れたことないけどね。
天に愛されてる人間の発言を凡人が納得するにはそれなりの理由が必要なの。めんどくさいな。そう言わずに凡人たちに合わせてちょうだい。はいはい。で、情報が手に入るまでここで待機してるってわけじゃないでしょ。当然よ。混乱で生じた隙をついて一気に止水管を落とすわ。そうこなくっちゃ。じゃあ私は前に行ってるからね。そうね。ただしあまり無茶はしないでよ。考えとく。じゃあね。まったく考えてなんてくれないくせに。誰かある。前線の郊外殿に伝令。白府の手綱をしっかり絞ってくださいと伝えてくれ。ということはもしかして。おそらく今が好機ですね。本陣もお知らせして歯医者さんたちに合流しましょう。このまま一気に火遊軍を殲滅し、その勢いのまま止水艦に向かうのが良いかと。当然進言に従っちゃいます。シュリちゃん、ひなりちゃん、舞台の指揮よろしくね。はい。では全軍前線に向かって移動しましょう。アイシャさんたちと合流後は火遊軍の撃退に集中します。各員は戦闘準備を怠りなく。いよいよ止水管攻撃も最高潮って感じだね。うん、じゃあ皆さん全速前進。アイシャちゃんたちと合流しよう。これしきの傷に負ける私ではないさ。一騎打ちに敗れた私をまだ猛将と言ってくれるのか。お前たち、お前たち。